こんにちは、藤原産業のいつもの僕です。いつもの彼です。今日はですね、牧田さんの充電式インパクトドライバー TD173 という商品があるんですけど、はい、それにフィットするインパクトフックを紹介したいと思います。わかりました、お願いします。お願いします。そもそもインパクトフックってどういったツールになるんですか？インパクトフックなんですが、過去に一回紹介しております。あ、はい、そちらに詳しい説明がありますので、一応そちらを見ていただいたらいいかなと思います。簡単に言いますと、こういった電動工具ありますよね、はい、それに装着することで作業性、携帯性をアップさせる商品になっております。こちらに3種類、今並べております。1つ目はヘッドにつけるタイプ、残り2つはインパクトドライバーの下の方につけるタイプの両手用、右利き用ということで、計3種類販売させていただいております。まず最初にヘッドにつけるタイプの方を紹介したいと思います。まずはですね、こちら2機種用意しております。こちらが前機種の TD172 やな、のインパクトドライバーです。こちらが2023年に発売された最新機種の TD173 という商品となっております。見た目パッと見てもちょっと一緒かなと思うんですけど、実はですね、ここの光のところが若干変わっております。全機種172の場合はここの2箇所から光が出てます。最新の TD173 に関しましては、ここのリングのところありますよね、ここの半透明になっているところがありますので、ここから光が出るようになってます。例えばこんな感じですね、はい、今回は開発した意図としては、ここの光が干渉しないように設計されております。全機種のインパクトフックもこちらには取り付けることは可能なんですが、藤原産業としては推奨しておりません。もちろんサイズが若干違いますので落下の恐れがありますので、藤原産業としては推奨しておりません。そのために TD173 用のインパクトフックを開発しております。このヘッドにつけているインパクトフックのここの部分をカラビナに通す形になります。はい、それではいきます。こんな感じですね、はい、外すときは下から外す、ほう、ちょっと見えやすくすると取り付けます、はい、でここ次下の部分、この部分をですね、はい、下にずらし込みます、はい、そしてという感じになりますね。なんか簡単そうでなんか難しそうな感じですけど、はい、慣れてば本当簡単ですね、うん、もう一回やりますね、はい、こうやってこういう風にイメージで、はい、それではいざ、はい、おー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 、結構激しく動いたとしても発火したりすることはないですね、うん、はい、それと、まあ、ここがしっかりネジ止めされてますので、はい、本体から外れることもありません、はい、中身だとしても、はい、実際にこういう風には簡単にできます。そうですね、簡単に一瞬に脱却作業ができる、はい、これ作業性めちゃくちゃ上がりますね。次にこちらのインパクトフックの2種類紹介します。こちらは先ほども言いましたようにインパクトドライバーの下の方につける商品となっております。このインパクトドライバー見ていただいて分かるんですけど、こちらが TD172、 こちらが TD173、 何が変わったとすると、ここのスイッチ部分が前にあったのが後ろに行っちゃってます。後ろに行くことでここのサイズが変わってしまいました、はい、従来品のインパクトフック発売してるんですけど、そのインパクトフックだったらここが取り付けられないということで、今回はこの形状に合わせたインパクトフックを開発しております。一つ補足ありました。
こちらのインパクトフックなんですが、前の機種ですね、TD172、 こちらの商品にも到着が可能です。まずはこちらで取り付けました、はい、こちらのインパクトフックは、はい、取り外すのに2つの方法があります、はい、で1つは前から、前から、はい、イメージとしてはこれ取り付けます、はい、この部分から取り外す形になりますね、うん、前に、前に、はい、もう一回ですね、前に、前に、はい、次は取り付けます、この後ろから取り外す方法、後ろの部分、はい、こういう風に、ほう、後ろ、後ろから、ほう、これ自体は職人さんの声を取り入れた感じ、ね、形になりますね。はい、なんか簡単そうですね。一回取り付けたまんまでまたあのジャンプみたいなしてもらっていいですか？はい、はい、はい、はい。こういった風にこちらのインパクトフックは下部の部分、ここと、はい、こと、こちらにネジ止めされているので、はい、しっかり取り付けられて外れることはないですね。はい、じゃあ今度しゃがんで作業をしてみたときはどうですか？はい、いきますね。はい、これは後ろから取り外す、こういう風に、はい、もう一回いきます。はい、はい、前からでも取り外すことはできるんですけれど、はい、足に当たることを考えると後ろから取り外した方が、そうですね、作業性もいいです。はい、このタイプについては両手用となっていますので、はい、私ちょっと左利きではないんですけれど、はい、左利きの方でも取り付けるようにこういうふうに、はい、ちょっと絡んでながら後ろの方行っちゃってますけど、そうですね、まあ、でも本当左、ね、利きじゃなくても簡単に脱着できるっていうのは、はい、素晴らしいですね。そうですね、こういった簡単に脱着できるインパクトフックになります。それではこちらのインパクトフックのヘッドの方ですねの取り付けをしてみたいと思います。商品の中身でいうと本体とあとネジとあと袋ナットが付いております。ご用意していただくのはプラスのドライバーです。作業入る前に一つ注意していただきたいのは、こちらトリガー引いちゃうと動くので必ずロックしといてください。それでは取り付けていきたいと思います。ここのリングとここが合うようにまずはめます。ここ結構グネグネ回りますのでつけやすいかと思います。こんな感じですね。はい、ポイントとしてはこのマキタさんのロゴがありますよね。それよりちょっと上側で設定していただければいいと思います。このままこちらですね、はい、締めます。でここのネジ穴あるのでそこにまずはめて、プラスのドライバーでグッグッグッと締めていってください。グッ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 と、ね、よいしょ、こんなこと、はい、できました。最後にこちらの袋ナットがありますので、袋ナット、ネジが出っ張っているところに手で回してもらったら、はい、完成です。次にこちらのインパクトフックを取り付けていきたいと思います。こちらの商品はここの下の部分に取り付けるタイプですね。はい、先ほども言ったように、実はこちらの全モデルですね、 TD172 にも装着は可能です。今回は新商品取り付けるということなんで TD173 の方に取り付けます。それではやっていきます。ここのバッテリーと本体の溝の部分に1回セットしていただいて、はい、あとはこの金具ですねとネジが付いておりますので、このこう丸っこいところですね、丸く出っ張っているところを後ろに来てもらって、ここの溝がありますので溝に合わせて、あとはネジで締めていくだけです。軽くちょっと締めていって、
反対側も同様にセットしてネジを締めていきます。はい、でまた反対側しっかりと最終的に締めていきます。グッグッ、こんなもんかな。うん、OK。 はい、できました。取り付けなんかは圧倒的にこちらの方が、ね、そうですね、ヘッドのタイプよりも簡単には取り付けれました。今回は牧田さんの TD173 に取り付けられるインパクトブックを紹介しました。ヘッドに付けるタイプ、あと本体の下の方に付けれるタイプと、あと右利き用と両手用ということで3種類今回発売させていただきます。近くのホームセンターさんやネットショップ金物屋さんで見かけたらぜひご検討お願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、あと LINE の公式アカウントも開設しましたので、そちらの登録をお願いします。それではさよなら。さよなら。